クルプスカヤナデジダコンスタンチノブナ・クルプスカヤ1939年2月27日は、ソビエト連邦の政治家、革命家、教育家。ウラジーミル・レーニンの妻。レーニンとの間に子供は生まれなかった。故にレーニンとクルプスカヤの直系子孫は存在しない。夜間学校の教員時代1869年、サンクトペテルブルクに、 ロシア帝国領ポーランドのグロエツ軍長官の家に生まれる。夜間学校で教弁を取りながら参加していたマルクス主義思想の研究サークルで1894年にレーニンと知り合う。1896年に先導罪に問われ逮捕。流刑先のウファでレーニンと再会し1898年7月に結婚。1900年、夫と共に ヨーロッパへ亡命。パリ、ロンドン、ジュネーブ、フィンランドを回る。二人はドイツで雑誌、イスクラを発刊。夫と共に共産党の創立に尽力した。レーニンと1917年の2月革命により、ロシア皇帝ニコライ2世が退位した後、夫と共にペテルブルクに帰還。10月革命の後、クルプスカヤは夫レーニンより、 教育人民委員会の委員に任命される。ピオネール運動を組織するなど、教育家として大きな成果を上げた。検閲と反宗教宣伝にも熱心に携わった。特に古儀式派に対しては厳しい態度をとっており、不能階級との闘争とはすなわち古儀式派との闘争であるというテーゼを打ち出した。1922年に、 夫レーニンが病気で西洋に入った後も、彼の要求により絶えず政治局との仲介役となった。しかし、グルジア問題で対立関係に陥り、内心すでにレーニンを見限っていたスターリンは彼女を嫌い、同年12月にレーニンに政治活動をさせないよう彼女を電話で叱責した。このことを知ったレーニンは、翌1923年3月5日に、 スターリンに対して発言を取り消すなり謝罪する用意があるか、それとも我々の関係を断ち切るかよく考えようと質問する手紙を送った。その直後、夫レーニンが発作により意思疎通能力を完全に失った後も彼が亡くなるまで献身的な介護を続けた。スターリンからレーニンの遺産を守ろうとするクルプスカヤを描いた風刺画クルプスカヤは 党内で尊敬を得ていたが、1924年の夫、レーニンの死後、スターリンの対等を防ぐことはできなかった。彼女は、ジノビエフやカーメネフに同情的だったが、彼らの失脚後、政治的に孤立した。1926年、レーニンの思い出を発表。1939年に死去。70歳遺没。夫、 レーニンの死から15年後のことだった。公式な死因は食中毒で、70歳の誕生日会に送られたケーキを食べた後に気分が悪くなり、病院に運ばれたが、そこで意識を取り戻さないまま死亡したという。ケーキは、誕生会に参加した全員が食べ、彼女以外に食中毒になった人はいなかったことから、スターリンの関与を疑う説も根強い。遺体は、 赤の広場の霊人病の近くに葬られている。ありがとうございます。